こんにちは、日本気象協会気象予報士の河合恵です。毎日暑い日が続きますが、暑さについてこんな疑問を持ったことはありませんか？どうして気温30度は暑いのに30度のシャワーはぬるいのか。気温30度の日は暑くて汗をたくさんかきますが、お風呂のシャワーの温度が30度だとぬるく感じませんか？どうして同じ温度なのに空気と水でこんなにも感じ方が違うのか。今回はその秘密を解説します。人の体温をだいたい36度とすると、水温30度の中にいる時も気温30度の中にいる時も、どちらも人から水や空気へ熱は移動しています。熱を奪われているはずなのに、どうして気温30度の時は暑いように感じるのでしょうか。ポイントになるのは暑いと感じる仕組みです。人間の体温は脳や臓器がある体の深部の方が少し高めで、37から38度ほどあります。人間は高温動物といい、外部の気温が変化しても脳や臓器がある体の深部の温度を一定に保つ働きがあります。こうして内臓の働きを守っているんです。体温を保つために体はたくさんの熱を生み出しています。熱はいつも余分に生み出されていて、不要な分は空気など周りに移動していきます。この生まれる熱と奪われる熱のバランスがうまく取れるのが気温25度くらいの時です。気温25度くらいの時は暑くもなく寒くもなく過ごしやすいなと感じますよね。それよりも気温が上がって30度、35度となってしまいますと、体から熱が逃げにくく暑いと感じるわけです。気温30度が暑いと感じる理由は分かりましたね。ではどうして同じ温度なのに水と空気では感じ方が違うんでしょうか。その秘密は物質ごとに熱の伝わりやすさと温度の変わりやすさが違うことにあります。まず前提として、異なる温度の物質が接しているとき、熱は温度が高い方から低い方へ移動します。まずは熱の伝わりやすさについて見ていきましょう。物質の熱の伝わりやすさを示した数字を熱伝導率と言います。熱伝導率が大きい順、つまり熱が伝わりやすい順に水、皮膚、空気となります。水は皮膚や空気に比べて熱が伝わりやすい性質を持っています。空気よりも早く皮膚から熱を奪っていきます。次に温度の変わりやすさについて見ていきましょう。物質の温度の変わりにくさを表した数字を比熱と言います。温度が変わりやすい順に空気、皮膚、水となります。水は空気よりも温度が変わりにくく、皮膚から熱をたくさん奪っていきます。水は空気に比べて熱が伝わりやすく、熱をたくさん奪う、つまり人間の体温を奪う力が強いということです。このため気温30度の中にいる時よりも水温30度の中にいる時の方が体の熱がたくさん逃げていき、冷たく感じやすいということです。ちなみに温度が100度の場合はどうなるのでしょうか。温度が100度のお湯に入るなんて想像しただけで恐ろしいですが、確実に火傷をしてしまいますよね。しかし100度のサウナには入ることができます。これはどうしてなのでしょうか。皮膚は空気に比べて熱が伝わりやすく、温度が変わりにくいです。温度が異なる物質が接しているとき、接している部分の温度は熱が伝わりやすく、温度が変わりにくい方の温度に近づきます。そのため皮膚の周りには体温に近い空気の層ができます。空気の熱はなかなか皮膚に伝わらないため、しばらくサウナに入っていることが可能です。しかし100度のお湯と皮膚ではお湯の熱があっという間に伝わって皮膚の温度が上がってしまいます。そのためすぐに火傷をしてしまうんです。今回は水と空気の温度の感じ方の違いについて解説しました。とっても身近なテーマですが、そういえばどうしてだろうと疑問に持っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。暑い日が続きますが、天気 JP の天気予報をチェックして熱中症にはくれぐれもお気をつけください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。